はい、本日はカンパニーオブヒーローを撮りたいと思います。前回チュートリアル1をやってみましたね。ちょっと待ってくださいね。チュートリアルをロードしましょう。はい、ちょっとですね、容量がすごく重いんで、解像度を下げようと思ったエラーを吐くとかね、そんな感じなので、もう変えないでやろうかなというところですね。さあ、今回はフリーズせず取れるのかちょっと不安ですけどもね。はい、毎回ここの画面はデフォルトで出てくると。real-time strategy game that focuses on frontline combat, capturing key strategic points and leading your company to victory。はい、こちらなんですけども、あのタブレットで確認しているところでは720p かなんかで再生、 HD 画質で再生すれば文字も読めますんで、まあ、なんか文字を見たい人はそれで見ていただければと思います。はい、前回ですね、基本トレーニングをやりました。歩兵の動かし方ですね、そういったものということで、今日は歩兵の戦闘トレーニングをやっていきたいと思います。はい、COH2006 年発売の RTS のゲームですね。丁寧なチュートリアルをやってくれるので、全く分かんない人でもすごくやりやすいんじゃないかなと思います。はい、まずは空手部隊をこの緑のところに呼べということなので、早速呼びたいと思います。お、影が出てきましたね。ということは、おお、来ましたね。空手部隊行きましょう。なかなか。どうでしょうか。硬派なデザインじゃないかなと思いますね。はい、続ける。はい、いろいろね、アイコンこういう意味があるんだよっていうようなものとかも丁寧に教えてくれますんで、真面目にチュートリアルをやって覚えていけば、そこそこ戦えるようになるんじゃないですかね。では早速移動指示が出てますんで、移動です。さあ、おー、どうでしょう。まあ2006年のゲームにしては結構本当グラフィックが硬派で、その何でしょう、このマップのデザインも結構いいんじゃないかなと思いますね。もう一度やってみようということで、ここに移動ですね。はい、この遮蔽物のところに隠れると防御力が上がるよということでね。さあ、このように。さあ、次はどこ行くんでしょうね。こんな感じで隠れてますね。まあ、隠れてる時も意外とちゃんと塀の後ろに隠れて、隠れてる中が出てますね。はい、移動攻撃を OK にしろということらしいですね。さあ、バックスペース、そう、バックスペースを活用しろと言ってましたね。はい、ここまで移動してこいということなので移動しましょう。Left click on the attack move button. Squads using attack move will automatically attack the enemy and then continue to their destination. おっと、なんと敵がいましたね。Enemy sighted. さあ、ドイツ兵との戦いです。まあ、歩兵のね、今回戦闘を覚えるということなので、戦いがメインになるんでしょうかね。はい、このようにちゃんと遮蔽物に隠れて。ここも隠れてますね。墓場なんかちょっと縁起悪いですけどね。そういうところに隠れて、で、敵を排除したら移動という形ですね。何でしょうね、薄力砲が飛んでくるらしいですね。どうしたらいいんだろう。よいしょ。ん、右クリックで攻撃したまえ。ちょっと待って、なんかおかしいな。進まねえぞと。なんだこれ。なんだろう、変な動きになっちゃいましたね。はい、右攻撃でクリック。おっと。さあ、攻撃ということでね。分隊が解除されている。左。
なんか暴走してるな。Left click on your paratrooper squad to select it. Attack the mortar squad by right click. You have deselected your squad. Left click. Attack the mortar squad by right clicking on them. Deselected your squad. Left click on your paratrooper squad to select it. Attack the mortar squad by right clicking on them. As you've seen, your squads will automatically use cover when attacking. Good work.ということで、なんかよくわかんないマウスの動きをしてましたが、まあまあ細かいことは気にせず。Notice your squad was promoted to veteran status. There are three ranks of veterancy in Company of Heroes. 気づかなかったですね。3つのランクがあるということですよ。All units gain veterancy the longer they are in combat, making them more effective on the battlefield. まあどんどん Recon shows the 屈強な戦士になっていくから殺さずに行こうねってことなんでしょうかね。We need to take it out.さあ、RTS、まあ今回チュートリアルなんで、RTS な、チュートリアルなんで、RTS って言ってもいちいち止まってくれるんですけども、まあこれがその対人戦であったり、ミッションで、シングルのシナリオであれば、全部がリアルタイムなので、こちらがまごまごしてる間にもう、敵はすぐすぐと。思考を重ねて新しい攻撃をしてきてしまうので、あんまりボサッとしてられはしないかなという感じですよね。さあ、またなんか変な動きになっちゃった。何なんだろうなこれ。はい、右クリックということで、You have deselected your squad. Left click on capture the heavy machine gun by right clicking on it. はい、この倒した敵の、マシンガンを今手にゲットするところということですかね。はい、ゲットしました。はい、ということで、マシンガンを手に入れたということですね。set facing command. Select your heavy machine gun team.マシンガンを選んで、カーソルを合わせて、マシンガンチームを倒すと、ちょっと間違えちゃいました、ね。You can a set facing command to all squads and vehicles in Company of Heroes. Incoming enemy patrol.さっさと構えないと。さあ、RTS はこういうの致命傷になっちゃいますからね。さっさとやれということで、こういうチュートリアルで、まあ、失敗するなら失敗していきましょう、十分。おお、すごい、馬車壊れるんですね。おお、向こうの遮蔽物がどんどん壊されていく。いやー、危険ですね。蜂の巣状態ですね。さあ、RTS ですね、この今。1ユニットだけ動かしてるからまだどうにかなるというか、 1ユニットだけ動かしててもこんな感じなのに、さらにね、シナリオとか対人戦では何部隊も同時に自分で操作しなきゃいけないというのがすごく大変ちゃ大変なんですよね。だから何でしょうね、まあ、こういうゲーム好きは好きなんですけど、年取ってくると考えるのがめんどくさくなってきてしまうので、なんかね、しかもこういうミリタリー系が好きで、もうちょっと楽にやれるものって言ったら FPS をやるのか、ね、それともターンバトル、もうターンバトルっていうのも今少ないですからね、あれですけど、なんか1部隊だけ選んでひたすら戦うモバ風のゲームのある、こういうミリタリーゲームとかあるとすごい便利かなと思うんですけどね。でもあんまりそういうのないですよね。で、何やるんだっけ。アップグレードしたぞと。ああ、今待ってる状態ですね。はい、これでアップグレードが完了したということです。なんだろう、バズかなのかな。さあ、ここに敵が、おうちに敵が入って待ってるぜということなので、こいつをどうにかしようと。いやー、屈強な守りですね。盛況ですね。さて、じゃあどうやって攻撃しようかなということでね、まあチュートリアルなんでね、詰まるとこどっからでもいいんじゃねえのって話なんですけど、さあ
どうしましょうかね。どこに。これ多分いけないのかな。じゃあここに入る。ここ位置まずいかな、位置まずいかな、位置まずったかな。とにかく位置まずい。戦闘こんなシーンですね。はい、少し下手くそなんであんま参考にしてくれなくて全然構わないんですけども、まあビジュアル的な面だけお見せするとこんな感じで試合が始まっているよという感じでしょうかね。すごいですね。あーやばい、味方が死んでますね。位置が悪いんだよな、位置がね。じゃあちょっとその間にこっちですね。おお、倒したのかな。あ、倒したみたいですね。まあただ今の戦い方はあんまりよろしくないですよね。あの味方がこんなに減ってもがき苦しんでいるということで失敗な感じでしょうかね。はい、こんな感じで。はい、以上でごちゃごちゃ言ってましたけども、歩兵トレーニングが終了ということです。さあどうでしたでしょうか。まあどうもクソもねえよって話なんでしょうけども、今回歩兵トレーニングでちょっと戦闘シーンをお見せさせていただきましたけど、こんなゲームが、2006年に発売されてもう随分と経つ古いゲームなんですけども、まあ、ミリタリーもので FPS とかね、そういったものじゃなくて、こういうなんだろう、司令官視点っていうんでしょうかね、隊長視点でなんかやってみたいなっていうような方、なおかつあのリアルタイムでどんどん情勢変わっていくよっていうものが好きだっていう方はですね、カンパニーオブヒーローズぜひやってみていかがでしょうかね。 Steam にニューバージョンがあって、それ日本語化されてますんで、今日寿司が言ったように、英語ではなくて日本語で読んでいけますんで面白いんじゃないかと思います。では以上でカンパニーヒーローの、トレーニングメニュー、チュートリアル歩兵の戦闘トレーニングを撮ってみました。ありがとうございました。はい、本日撮ったカンパニーオブヒーロー Steam でどうやって買うのということで、ちょっと最後ね撮らせていただこうかなと思います。ちなみに COH でほとんどの場合通じるんですけども、COH にしてしまうとなんと出てきませんということで、 Steam でもし、この1を探す場合はですね、 Company of Heroes というものを全部打ち込んでいただいて探してもらう必要性がございます。はい、上から3つ目ですね、こちらクリックしてみましょう。はい、 Company of Heroes 1の方になります。はい、デモのダウンロードということでデモ版もありますんで、ちょっと買う前に試しに自分で どんなもんかということでやってみたい場合はこのデモをダウンロードしてみてもいいんじゃないでしょうかね。ただあの多分デモは日本語にはなってませんので、英語で頑張っていただく必要性があるんじゃないかなと思います。なのであのこんなゲームっていうのを実際操作ちょっと試しにしてみるという程度の触りで、やられてみてはいいんじゃないでしょうかね。ちなみにこちら言語の方、日本語はサポートされていませんと出ていますが、Steam に登録するとですね、ニューバージョンというものが出てきまして、まあ、その他にもいろいろ出てくるんですけども、まあ、買ったその DLC とかにもよると思うんですけども、ニューバージョンをとりあえずクリックしていただければ、寿司が今日、撮ったような、日本語字幕版の、カンパニーオブヒーローできますので、あまりここは見なくてもいいんじゃないかなと思いますね。ちなみに今日時点でのお値段は980円、日本円で980円なので、もう本当にすごい、まあ、古いゲームですからね、2006年発売のゲームなので、安い値段で買えます。もう1000円払えば20円ほどお釣りが来る、そんな感じでございましょうかね。まあ、あのもしくはですね、これから大型の休み来ますんで、 Steam も、確か11月27日あと4日後ですかね、からウィンターセールとか始まると思いますんで、その際にセールで安くなる可能性もありますので、そこまで待ってみるのもいいと思いますし、あの待ってる間に忘れちゃうという方はですね、この Steam にウィッシュに入れとく機能もありますので、そちら入れとくとですね、あの安くなった時とかにお知らせが来ますので、忘れていても、
なんだろう、メールで来るのかな、それとも入れてるスチームかなんかにポコンってなんか出ると思いますんで、そういったもので思い出していただいて、安くなった時に一気に買っちゃうっていうのもありじゃないでしょうか。ということで今日、ご紹介させていただいたカンパニーオブヒーローのスチームでどうやって買うのかをご紹介させていただきました。ありがとうございました。